佐藤康平は日本のプロレスラー。1998年、プロレスラーの村上和成、空手、キックの猛者だった藤井岳、スポーツインストラクターで、プロ格闘家の岡田隆史が千葉県内に設立した格闘技道場に参加。1998年8月23日、全日本アマチュアシュート選手権ヘビー級に出場し、決勝で岡田隆行に勝利し、 優勝を果たした。プロシュートでは2002勝の実績を引っ下げて01に入団した。2003年に海外修行を果たし、外戦、かつては横井博志港とチーム名、ローディーとして共闘。当時、裁量には長期欠場中で、横井は01にはフリー参戦している状態であったが、二人の技術の向上のためにとて期待していた佐藤と横井がユニットを。 結成した。現在は主に、裁量2をパートナーに、トップ選手への挑戦を続けている。ゼロワン入団当時は、長身だけが目につく、痩せこけた感じの選手であった。しかし2001年9月に開催された、日祭りの第1回大会において、大谷慎次郎と決勝戦を行い、敗戦したものの準優勝となった。その後も、橋本慎也の付き人として、 世話をする一方で、橋本とのタッグで、ザ・プレデター、トム・ハワード、ネイサン・ジョーンズ、マット・ガファリといった大物外人との戦いを経験し、やられながらも、頭角を表す。そして、ゼロワンを将来背負って立つ男と将来を、触望される逸材として注目される。しかし体の方は、依然ヒョロヒョロで、体重もギリギリヘビー級であるという感じで、格闘家ではあるが、 プロレスラーらしくない体格で、凄みが感じられなかった。2004年にスランプに陥ったこともあり、橋本に単身アメリカでの無期限の武者修行を命令された。およそ3ヶ月後帰国した佐藤は、ウェイトアップし、体重115キログラムの体格を引っ下げての外戦となった。そして2004年の第4回火祭りでは、A ブロックで田中正人と、 大谷慎二郎を破る金星があり、決勝に出場。大方の予想では、圧倒的に B ブロック制覇の大森隆尾の優位であったが、佐藤がこの一戦のために温存していた必殺技、ポールスターを決め、大森からフォールを奪い初体感を成し遂げた。以後は、ヤングマックスと銘打たれた若手軍団の筆頭レスラーとなった。2005年のからは、ハッスルにおいて、 モンスター軍として出場を重ねた。リングネームは佐藤浩平であるが、キャッチフレーズは共闘する川田俊明のモンスター系にならい、モンスター系である。なお、01マックスのメンバーでは唯一のモンスター軍であったが、ハッスル24から大谷慎次郎がモンスター軍に加入した。2005年10月、新日本プロレスとの対抗戦が勃発し、大谷慎次郎、 裁量に、神風とタッグを組み、ゼロ一マックス代表チームとして新日本軍の天山広吉、飯塚隆史、吉江豊、山本正治組との八人タッグマッチを、自身初の東京ドームにて実現した。ちなみに、佐藤が普段は敵対する大谷とタッグを組むのは、異例であり、以前二千三年に全日本プロレスとの対抗戦で、大谷、田中のエンブレイン夢の試合で、 田中が急遽欠場した際に、大谷のパートナーとして、タックを組んだ程度であった。2006年1月4日、前年秋から勃発した新日本プロレスとの交想、第2ラウンドで、新日本の中村晋介とのシングルマッチが組まれ、マスコミ関係者ならずとも、次世代のエース決定戦と新年早々注目を浴びる。しかし、 同日のメインイベントで IWGP 王者ブロックレスナーに挑戦するはずの藤田和幸の欠場で、その挑戦者が急遽中村に変わったため、佐藤大中優先は幻となってしまった。01マックス9月大会では、大学時代の柔道部の元同胞、橋本智彦とのシングルマッチが実現。共に柔道部を逃げ出したという窮地の間柄であり、 当時の柔道成績では体格に勝る橋本の圧勝であったが、このプロレスとしての試合は圧倒的な橋本ペースを挽回して佐藤の勝利に終わった。01マックス内においては大谷、田中、大森といった30歳大選手に立ち向かう新世代選手の旗頭として、これらの選手たちを敵に回し奮闘している。とはいえ最近は、 同じゼロ一マックス内の他の新世代選手らとタックを組み共闘するといったこともなく、2007年から参戦したフリーの高山義弘やローディーとして元のタックパートナーである横井とタックを組む場合が多かった。2006年下半期から2007年3月においては怪我が多く、戦線離脱することがあった。2007年、無断欠場や会場入りの遅刻といった気候が目立ち、 団体から外れる行動が多くなり、01マックスを解雇処分となった。ただし、フリー参戦の形で団体には引き続き帯同した。2009年3月、01へ再入団した。2010年4月、川田を破り、第7代世界ヘビー級王者となった。2011年11月、ザシークを破り、第12代世界ヘビー級王者となった。2012年9月、 突如、プロレスリング、ノアの後楽園、ホール大会の第1試合後に乱入し、丸藤制度をモハメドヨネを襲撃した。乱入した理由としては、当時の GHC ヘビー級王者であった森島武とやりたいという理由だったが、この佐藤の行動に激怒した丸藤が、0-1との全面対抗戦を10月8日のノア、横浜文化体育館大会で試合を組み、 佐藤は丸藤とシングルで対戦し、これに勝利した。この大会のメインイベント終了後、秋山ひとし相手に防衛を果たした森島を背後から襲撃し改めて挑戦表明。27日ののは後楽園大会で森島の持つベルトに挑戦するも敗れ、王座ダッシュに失敗した。 2013年には大日本プロレスの BJW 認定世界ストロングヘビー級王座獲得を目指して12月に関本大輔と王座戦を行ったが敗退。この試合で関本が欠場につながる怪我をしたことからそのまま大日本に継続参戦することを表明する。その後同じく大日本参戦中だった石川修二と組んだタッグが話題を呼び、 ツインタワーズと呼ばれるようになり、2014年5月には、BJW 認定グ王座を獲得した。一方シングルでも2014年3月、ジェームス・ライディーンを破り、第16代世界ヘビー級王者となった。7月6日、レッスルマイナス1両国国技館大会で、船木正勝に敗れ、王座を明け渡したものの、9月19日にリベンジを果たし、 第20代世界ヘビー級王者となった。2015年11月、新木バファーストリングにて、鈴木秀樹と世界ヘビー級王座をかけて対戦。鈴木のダブルアームスープレックスホールドに敗れて王座を明け渡した。2020年6月30日、01を退団。2020年度より一般社団法人、ワンステップ、命を学ぶ、教室理事に就任。 2021年6月社団法人運営によるバーストを本格始動させる。ありがとうございます。